どうも、こんばんは、NM です。さあ今回は夏休みということで、夏休みガシャが来ていると思います。僕もね、実家でうわめっちゃ引きてーとか思いながら眺めてたんですけど、非常に強いですね、断罪有馬、そして UR の平子。でもね、僕操作感を使わないんですよ。っていうか操作感が当たらなさすぎて使えないんですよ。なんでほとんど使ったことがなくてね。でもまあそろそろ操作感デビューしたいなと思って、石80個あるんですけど、まあ、とりあえず10連課金はしたくないないです。はい、というわけでねとりあえず10連をしたいと思います。はい、スタートダッシュガシャ草生えるわ。ですね、詳細をまあとりあえず見ていきますか。断罪、おっと危なし、断罪の一撃有馬、まあ、非常に強いですね。まあ、今回 HP 補正も、かかって、しかもヒット数で攻撃力も上がる、攻撃力上がってんのにさらに攻撃力上がるっていう、非常に強い。しかもイラストがかっこいい。まあ、僕はね、その書き下ろしたちゃんと UR の枠内にはまってる、わかりますかね、こうタッチが違うんですよ。こっちはなんかちょっとアニメをそのまま切り抜いたような UR って、だいたい枠からはみ出してるんですけど、書き下ろしのね、タッチが柔らかいやつはちゃんと枠内に収まってる UR っていう、あっちの方が好きなんですよね。まあ言うたらこの平子の感じですね、颯爽たる平子みたいな感じのね、UR が好きなんですけど、まあまあでもこれは本当にかっこいいですね。まあ黒羽トーカーにしてもね、かっこいいやつはすげえかっこいい。宙返りレイちゃん、まあ持っておきたいっちゃ置きたいんですけど、まあ今使わない、とまあこんな感じですかね。まあ白を持ってるんでね、黒の方欲しいですね。 SSR プラス持っておきたいです。リゼの中にぶち込みたいですね。というわけで、じゃあとりあえず10連引いていきましょう。単発で4回引いて最後に6連引くみたいな感じで、いきたいと思います。まあもちろん狙うは断罪なんですけどね、まあ平子は出ても使えると思うんで、期待して引いていきたいと思います。じゃあまず1回目、まあ当たらなかったもね、金ブートにはなるんで。はい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 、 SR ね。まあ、しょっぱちって通じないか、しょっぱなか。あー、出花くじかれたな出花くじかれた。もうこれから SSR 出ない、 SR しか出ないんじゃないの。はいはい、金ブートみたいな色合いしやがって。あー出ねえな。まあ、単発で引きたいっていう感はあるね。すげえお得感が半端じゃないから、単発は。まあそうだな、滝沢は覚醒させるかな。うわマジか、 SR しか出ねえんだが。でも今回あれでしたっけ、1枚はレベルマの SSR で出てくるんだったっけ、6連の場合。じゃあ行きますか、6連くっそ、石がみるみる溶けてく。行きます。まあ出ないでしょうっていう。うわ来た、来たんだけど、マジか、うっそ、さすが、うわ、マジ SSR バリ入っとる、半端ないわっていう、ちょっと方言ではないけど字が出ちゃうっていうあれね。おお、なるほどなるほど。待って、有馬来てくれ、頼む。なんかここまで来たら有馬欲しくなってきた。頼む頼む、いきます。はい、うわ平子でしたというね。はい、でもまあいいでしょう、平子でも全然リーダーでも多分使えると思いますし、でもどうせなら有馬が欲しかったなっていうあれですね。仲間の攻撃力プラス20、連携ダメージ60、サイン自分の操縦50。なるほど、なんで自分以外なんだろうか。まあサポート的な役割だからかな。ですね、まあ無事当てることができた。断罪欲しいよ、でもここまで来たらね。まあ平子と断罪合わせればもう本当に破格、もうほぼ敵なしみたいな感じになると思うんですけど、いやーでもまあ UR 久々の紫ポットちょっと興奮しましたね。というわけで、お疲れ様でした。
皆さんは断罪当てることができたんでしょうか。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。なんかリクエストとかあったらください。最近ネタがないんでね。というわけで、じゃあ。